中村舞です。ありがとう、いっぱいギフト、ハートもクマも。お疲れ。バラ、ポップコーン、愛してる、メリーゴーランド、花束、ありがとう、キノコ、こんばんは、風船も、ありがとう、ミラーボールも、こんばんは、中村舞です。舞台のバレエミュージカル初日が終わりました。はい、一段落ということでお疲れ様で、ありがとうね、来てくださってた皆さんも本当にありがとうございます。初日が終わりました。今日からあと、はい、17日まであるんですけども、ちょっとね、もうお風呂入っちゃったんだ。すごいね、結構濃いめのメイクしててね髪の毛もね、もうね、ウィッグつけてたからさ、もうビヤーってなってたから、ちょっと入っちゃいました。最高、ありがとう、私一ありがとう。銭湯行きました、帰ってすぐにありがとう。わ、ありがとう、タワーを考えなしさん、ありがとう、クマ、ありがとうございます。ありがとう。これタワー2個立ってる？ん？あれ？待って、ごめんごめんごめん。ごめんねー。誰？ちょっとごめん、分かんなくなっちゃった。ただいま。考えなしさんと、あ、風と海とさん、ありがとう。分かんなくなってた、ごめんめっちゃ探してた今、あれどこと思って。ありがとう、風と海とさん、ありがとう。わ、そう、今日は初日だったんですけど、すごい緊張したんですけど、まあね、ゲネ、今日昼はゲネやってて、朝バータリして、昼ゲネして、夜公演って感じだったので、結構一日やってたんですけど、まあ、なかなかね、すごく好きな舞台だった。ああ嬉しい、ありがとうございます。結構ね、音楽いっぱいですね、やっぱミュージカルなので、ちょっとね、いろいろと話したいことはありますけども、あれですね、うおー、すごいすごいありがとうございます。福ちゃん丸さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。皆さんマジで歌うまかった。そうだよね、やっぱね、思います。私も本当にみんなマジで歌がうまいの、本当に。で、結構ね、合間合間に曲がいっぱい入るんですけど、私ね、結構ね、どの曲も好きでね。でもね、ちょっとね、いっぱい話したいんですけど、ちょっと
ね、まだありますし17日までありますし、あとはあのですね、あれですね、DVD が発売されるとのことなので、はい、それもあり、なんかね、昨日知ったんだよね私それそうそうそう、円盤化されます。そうなんですよ、なんでちょっとね、ね、どの回かはまあ見てのお楽しみで、今日はまだカメラ入ってないと思いますので、はい、初日ね緊張しましたね、ドキドキしました。セットもすごく豪華でね、結構ね、拍手やりだよあのさ、なんか前説から結構面白かったんだけどさいや本当になんかね、裏で聞いててちょっと面白いと思って、あとね、グッズをあの皆さん購入してくださった方がいらっしゃると思うんですけど、ありがとうございます。もうアクスタがないっぽくって、ちょっとそうなんですよ、なんでアクスタがもう完売しちゃったみたいなので、え、もうないと、そうなんですよ、なんでなんか受注生産するかもっていうのは聞いたんですけど、そうなんです、他はまだあります、ステッカーとかポストカードとか、ポストカードはサインとか書きました、あ、ランダムかな、あと T シャツも、私は T シャツ黒の L サイズにしました、なんかね黒がね真っ黒すぎない黒でね可愛いの、黒か白で迷ったんだけどね、黒にしました、黒にしましたよ、ちょっと明日か明後日か着ろえ、L なんだね、え、L にした、ちょっとブカッと着たかったから、もうね白も欲しかったんだけどね、かわいい、ご覧のありがとう、ご覧のありがとう、え、茶色ね、茶色 L サイズない、茶色かわいいよね、茶色の T シャツ確かにみんな、ご、ありがとう、それもありがとう、なんかさみんなお化けの役だからさ、みんなめっちゃ顔が白いんだけどさすごいね、真っ白なのみんな、私はちょっとねあまり真っ白ではないですけど、本当にみんなね、なんで間取りなのか、あ、なんかヒンクさんの趣味、その演出家のヒンクさんがいらっしゃるんですけど、今回脚本とかもね、もう全部この総合演出をしてくださってるヒンクさん、カラーポアントのね趣味、間取りが好きらしいです、会場寒かった、あら
あれですね、じゃあなんか羽織るものがあった方がいいかもしれないですね。クーラー効いてる？私やってたらさ、めっちゃ暑いのでさ、何、照明もめっちゃあるからさ、マジで暑すぎてさ、寒かったって言ってる人結構いる。寒かった寒かった、みんな気をつけて、明日から来られる方なんか上結構着とった方がいいかもね。ありがとう。やってる側めっちゃ暑いのよ。いや分からん、寒い、聞いとるん。クーラーはないか、さすがに。え、そうなの、なんで寒いんだろうね。ありがとうございます。お化けの世界です。今日はね、私のことを、あの、私のバレエを教えてくださった先生が見に来てくださってて、初日に本当に緊張しました。なんかね、やっぱね、ずっと教えてくださってた先生なので、そのちっちゃい時からね、そう、愛媛から来てくださってて、で、そう、本当にやっぱ教えてもらってたからさ、本当に実際にさ披露するのめっちゃ緊張したんよ。そうなんですけど、なんて言ってた、いや、なんかジゼルの作品とはまた別の感じで、あのジゼルが、まあ、フックになった感じで物語が進んでいくんですけど、まあ、結末は変わるわけで、これもこれでいいねみたいな話したんですけど、そうそうそう、なんかまた別の世界って感じで楽しいねみたいな。いや、ダメ出しとかはされてないですよ、よかったじゃないって。お会いできたの写真集の撮影以来、いや、あれいつだったっけな、いつかのタイミングで会ったんだよね、写真集をね渡しに行った、あれだ、なんか愛南町のお祭りの時の次の日ぐらいに会ったんですよね、会って、で写真集を実際に届けたので、それだからそんな空いてない。やった、こうしてもありがとう、ありがとうって言って、そうそうそう、その時です。ちょっとね、もう思ったよりも足が結構パンパンで、なんかあのトーシューズっていうね、つま先立ちする用のシューズ履いてるんですけど、あのピンクのやつ履いてたと思うんですけど、もうあれがなんか立ってなくても履いてるだけで結構足がパンパンになるんですよ、なんかわかんないけど、だからちょっとそう、足をいたわって寝たいと思います。そう、明日から2公演なんで、しかも明日はねアフタートークがありますので、来る？シシハートありがとう、僕もありがとう。マイキュー座長なんだね。そうなんですよ、なんか私途中で知ったんですよ、なんか全然その知らなくって、そうらしいんですよ、ちょっと気の利いたことも言えない頼りないやつなんですけども、私はなんかみんなから座長座長みたいな呼ばれて、で座長って誰ですかねみたいな感じで思ってたら、自分だったんだみたいな、あ、私みたいな、
あ、そう、私なんですねみたいになって、いや本当にもうこんなんですみませんって感じなんですけど、ありがとうございます。なんかあの、じゃあ座長一言みたいな言われてもさ、今日もさ始まる前になんかさ何もさ気の利いたこと言わなくて頑張りましょう頑張りましょうだけ言ったんですけど、なんかもう本当になんか私気の利いたこと一個も言えないんですよ。もうそれでは皆さん頑張りましょうって言って始まって、で終わって座長どうでしたかみたいな、よかったですねって言って帰りました。本当一言しか言えてない、なんかもういいことは言えなくって、何もすいませんって感じです。全然全然、一番さ経験が浅くてさなんかもうすいませんって感じで、千秋楽の時はカーテンコールで締めのコメント、いやちょっと私もほんとにふえーふえーって感じなんですけども、明日はねアフタートークありますんで、なんかね噛んだのか分かんないんだけどね、うわちょっとみんなに見せるもんじゃないねごめんね、なんかあのさよくさこう噛むからさなんかさヘルペスじゃないけどさ、なんか口内炎みたいにできたんだよね。あとめっちゃねあざがすごいできる、うん、ぶつかりまくり、なんか難しい、結構ぶつかったりしちゃってさ、セットだったり、そうそう、わ暗転、そうなんよ、暗転が多くてね、なんかさ私さ暗転見えてるのみたいなコメントがさちょっと2日前ぐらいに確か来て、で「あ見える見える」とか言ったんだけどさ、その時は「え一個も見えてないわ、私暗転見えないわ、なんか真っ暗すぎてさもう」こんなん見えなかったです、本当に真っ暗だったわ、客席側も見えないかもしれないけど舞台側も見えない、みんな見えてない、うん、慣れないんだけど、固め閉じ、あー言うね、なんかそんなのできません。お腹すいた。今からね持って帰ったお弁当を食べるの。遅いでしょ。遅めの夜ご飯食べます。ありがとうございます。うん、ね、緊張しすぎててさご飯もさあんま喉通らなかったんだよね。面白かった。え、なんかさ初見で見に行った人いるかな、そのジゼルの物語も知らなくって行った人とかいるかな、物語どんぐらいわかるのかなって思ってちょっと私は気になったんですけど、ありがとうございます。結構わかる、
応調べていたら意外だった、初見だった。分かった、最初と最後の音楽は実際のバレエのジゼルで使われてる音楽なんですけども、何も知らないでいきます。ぜひぜひお待ちしてます。何も知らなくてもきっと楽しめると思います。あらすじがねホームページに確かに載ってるから、それ見たらいいかもね。じゃあちょっと壇上を呼ぼう。ヨッシーさん、熊吉さん、コウスケさん、カズさん、ユウさん、きなぺこさん、くまねパパさん、よっちゃんごういちさん、がんばレッドさん、東京のスワンさん、風と海とさん、考えなしさん、1位はドドドドドドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。ちょっと今日は朝起きれなかったので中村ギリギリまで寝たので朝配信はできませんでしたが、夜見てくれてありがとう。しっかり寝ます。ご飯食べて寝ます。ご飯食べたら秒で寝ます。多分満腹になった瞬間眠いから。もう疲れ様、ありがとう、ありがとうございました。また明日です。明日も頑張ります。みんなおやすみなさい、ありがとう。また明日。おやすみ。明日木曜日です。またね。ラブ。おや。おやきゅう。またね。また明日。キュ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 。またね。